追憶のために作品59はジャン・シベリウスが作曲した還元楽のための早々行新曲、オイゲン・シャウマンの記憶のために書かれた。シュベリウスは1909年に書稿を書き上げた後、1910年に最終稿を完成させている。1910年10月8日にオスロでの初演は彼自身が指揮を行った。作曲者自身の葬儀においても本作が、 演奏されている。本作創作のきっかけとなったオイゲン・シャウマン。この作品は1904年にフィンランド総督、ニコライ・ボブリコフを銃撃し、その後自決したオイゲン・シャウマンを記念して作曲された。1905年の元日に、彼はオイゲン・シャウマンの記憶のためにレクイエムを書こうと思い立ち、すでに作業に取り掛かっていると述べている。題材にふさわしいものになるよう願うよ。 結局のところ、これは我々が彼のために立ててやれる唯一の記念碑となるのだから。喉の手術で死について考えさせられた後の1909年になり、シベリウスは本作の構想を再び取り上げた。エイリー・クタバシシェルナは本作をシベリウスが自分自身のために作曲したものでもあると考えている。1909年に書いた書行は、 同年12月14日に完成した。彼がモデルとしたのは、ベートーベンの公共曲第3番やワーグナーの神々の黄昏の早々行進曲であった。そなた形式による、この作品は、バイオリンとビオラで開始され、主要主題が遠くから壮立が近づいてくるかのように展開していく。作品は、出版社のブライトコプフーンとヘルテルへと送付された。 高政府に目を通したシベリウスは特に楽器法について満足できなかった。彼は改定に着手して1910年3月に作品を完成させる。同年10月8日、ノルウェーのクリスチャニアで音楽協会による演奏では作曲者自身が式台に登った。本作は1957年のシベリウス自身の 葬儀で演奏された。ありがとうございます。